日本ではなく中国製を選んだテスラの末路がこちら。2020年春、EV メーカーテスラが中国のバッテリーメーカーと革新的なバッテリーを開発したとして話題になりました。これまでの日本製の電池から中国へ乗り換えたということです。今回の動画ではその結果、テスラの EV 車に次々に降りかかった大惨事について解説したいと思います。 EV 車の走行距離をより伸ばすためには質の良いバッテリーが必要不可欠です。しかし世界の EV 推進を牽引するテスラは、この重要なバッテリーのコストを削減するために日本国産から中国産に乗り換えてしまったのです。その結果、一体テスラに何が起こったのでしょうか。それでは行ってみましょう。皆さんはテスラの車と言われてイメージするものは何ですか？ EV 車のハイテクなシステム？それともイーロン・マスク？2022年にはツイッターの買収でも大きな話題になっていましたね。テスラやその CEO イーロン・マスクはたびたび世界のニュースやメディアを賑わせています。そんな世界的企業テスラですが、実は日本とも意外に深い関わりがあるんです。実はテスラ社には日本製のあるものが使われていたんです。 EV 車は非常に精密なコンピューターによって制御されています。コンピューターにはもちろん電池が必要ですから、バッテリーがなくては全く機能しません。つまりバッテリーは EV 車の心臓と言っていいほど大事なパーツです。もしこのバッテリーの性能が異常に悪かったとしたら、当然その車体への悪影響は免れないでしょう。それほど電気自動車に重要なパーツであるバッテリーですが、実はテスラの電気自動車にはパナソニックのバッテリーが長く使用されているんです。これまで長きにわたってパートナー関係を築いてきたパナソニックとテスラ、しかしそのパートナーを差し置いてテスラは中国製のバッテリーに乗り換えてしまいました。当時テスラは少しでも EV 車の車体を安くするためにコスト削減に迫られていました。そしてそのコスト削減の対象として EV 車にとって心臓とも言えるバッテリーに白羽の矢を立てたのです。テスラは世界最大の自動車大国である中国市場を事業展開の要にしようと考えていました。中国市場で最も重要視される商品価値とは何でしょうか。それは安さです。中国では多少品質が悪くても安ければ商品は売れ、逆にたとえ高品質でも値段が高ければ見向きもされないのです。中国市場で求められるためにはもっとコストダウンしなければいけない。そう考え、テスラは EV 車の心臓ともいえるバッテリーのコスト削減を決定しました。また電池を制するメーカーが EV 市場を制するという認識が世界に広まっていることもあり、より安価な電池の生産が不可欠だとテスラは考えていたようです。ちなみに当時は EV バッテリーの供給をパナソニックだけに依存していたため、世界的に増加を続ける EV 車の需要に対応しきれていませんでした。安定した電池の供給のためにテスラは調達先の多様化を迫られていたのかもしれませんね。そのような事情もあり、テスラは中国や韓国産のバッテリー使用を検討し始め、中国の CATL ともバッテリーの共同開発を進めていました。この研究により2020年、新たなバッテリーが完成、ミリオンマイルと名付けられました。この名はその恐ろしく長い耐久距離から付けられました。なんとその耐久距離は名前の通りのミリオンマイル。1マイルは 1.6km なので、100万マイルはなんと160万 km にもなります。ちなみにたまたまキリがいいからミリオンマイルと名付けたようで、実際は最大で124万マイル、約200万 km の走行も可能と CATL 社は主張しています。ガソリン車であれば30万 km も走行できたら相当長寿だと考えられますが、それの6倍以上も長持ちするなんて夢のようなバッテリーですね。このバッテリーの生産を発表後、5月下旬にテスラはバッテリーデーを開催。その中でミリオンマイルを革新的なバッテリー技術として紹介しました。しかし
そんな夢のようなバッテリーであるにもかかわらず、いまいち一般的にこの名前は浸透していませんね。一体このバッテリーはその後どうなったのでしょうか。実はこの中国産のリン酸鉄リチウムバッテリーには大きな欠陥があったんです。多少の欠陥があっても安ければ評価される中国市場ではミリオンマイルを使用した EV 車の売れ行きは良かったようです。しかしヨーロッパでこのバッテリーの欠陥が知れ渡ると売れ行きは一気に悪化していきました。ミリオンマイルの重大な弱点はバッテリーに使われている材質とも大きく関係しています。少しでもコストを削減するためにミリオンマイルには希少なニッケルやコバルトといった鉱物を使用する代わりに鉄が使用されていました。その結果1回の充電による航続距離が短くなり寒さにも極端に弱くなってしまいました。さらには急速充電の能力まで低下しパナソニックのバッテリーと比べると大幅に利便性が低下してしまったのです。これでは冬の寒さが厳しいヨーロッパ、特に北欧では使い物になりませんよね。あまりの品質の悪さに消費者たちからはクレームが殺到。対応策としてテスラは後日オンラインアップデートにて改善すると消費者に向けてアナウンスしました。ここでオンラインアップデートとは一体何？と思った人もいますよね。 EV 車は完全にコンピュータで制御されているのでコンピューター内のソフトウェアをアップデートすることで性能を上げることが可能なんです。バッテリーの充電や放電など様々なことをコンピュータで制御しているので今回もオンラインでバッテリーを効率化させて性能を上げようとしたんですね。約束通りアップデートは行われたのですがそのアップデート自体があまりにもお粗末で笑えないギャグかと思わせるほどでした。なんとテスラが行ったアップデートとは航続距離時代をカタログ値より減らすこと。以上です。もう少し詳しく言うとカタログに航続距離200キロと書いてるのに 100km しか走れないじゃないとクレームが来てかしこまりました。すぐに対応しますとアナウンスし、もう大丈夫です、航続距離を 100km に変更しました。簡単に言うとこういうことです。一休さんでももう少しマシな解決方法を思いつくんじゃないでしょうか。おそらくこれはバッテリーを交換する以外になすすべがないテスラの苦肉の策だったのでしょう。こうして鳴り物入りで登場した中国の革新的バッテリーミリオンマイルは悲惨な結果に終わってしまいました。また一見便利に見えるオンラインアップデートですがこれに関しても世界各地で数々のトラブルが起こっています。ここからはそのトラブルの実例を見ていきましょう。中国版テスラとの愛称で親しまれている NIO。 ある日この会社の自動車を試乗していた乗客が間違えてシステムアップデートを始めてしまいました。そして車は道路の真ん中で完全に停止してしまい1時間ほど立ち往生した結果大渋滞を引き起こしてしまったのです。この大渋滞を打開するため警察がやってきたんですが内側からも外側からもドアが開けられず乗客も外には出られません。ただひたすらアップデートが完了するのを待つ以外に手立てはなかったそうです。 NIO はこの問題を受けアップデートを行う前に事前確認をする案内を表示するという対策をした上でアップデートは駐車場や自宅前などの場所で行うよう呼びかけました。しかしそれ以前にアップデート中に車のすべての機能が停止しドアすら開けられなくなる方が大問題ではないでしょうか。もし真冬の大雪の中誤ってアップデートのボタンを押してしまったらと考えると背筋に冷たいものが走りますよね。この一件でガソリン車では考えられなかった EV 車ならではの問題が浮き彫りになりました。2022年9月には中国でポルシェの電気自動車に閉じ込められた人が死亡するという悲惨な事故も発生しています。ガードレールに激突したポルシェが炎上し乗っていたドライバーが焼死してしまったのです。なぜ逃げなかったのかと疑問に思いますよね。実は周りの人が助けようにも火が大きすぎて外からドアが開けられず同時に中からもロックがかかっていてドライバーは
脱出が不可能な状況だったんです。すべての機能をコンピュータで制御するというのも考えものなのかもしれませんね。2022年6月には、NIO のテスト車両が駐車場のビル3階から転落するという事故が発生。乗車していた2名が死亡してしまいました。事故の明確な原因は発表されていません。しかし、業界関係者の間では、自動駐車のテスト中にソフトウェアが暴走し、車両が飛び出したのではないか、と噂されています。これまでの調査によると、この件は不慮の事故であり、車両本体の問題ではないとされていますが、正直、中国のメーカーの発表を 100% 信じていいのか疑問に思いますよね。やはり、すべてがプログラムによって制御されているということは、自分の命をすべてコンピューターに委ねるということでもあります。コンピューターの暴走により、いついかなる時に私たちの命が脅かされるか、まだまだ未知数ということですね。ちなみに、2023年に入ってからも、中国産の EV 車の発火事故が相次いでいます。今年1月29日、中国の EV メーカー、リオートの SUV、リオート L9 が、路上で自然発火事故を起こしていたことが分かりました。事故の様子を、多くの人が、写真や動画に収め、同日にインターネット上で拡散されています。ネット上に出回っている写真によると、車のフロント部分から火が出たと見られています。幸い死傷者は出ませんでしたが、オーナーと思われる人物がグループチャットに投稿したコメントによると、走行中にボンという音が発生した後、ブレーキ故障と表示され、路肩に停車して1分も経たないうちに発火したといいます。この事故を起こしたリオート L9 は、リオートが発売した2番目の車種で、大型 SUV に位置づけられており、価格は45万9800元、約890万円という超高級車でした。こんな高級車でも、急に発火を起こしてしまうなんて、恐ろしくて、とても中国製の EV 車に乗りたいとは思えませんね。相次ぐ中国産バッテリーの事故、トラブルを受けて危機感を覚えたか、テスラは日本のパナソニックとの連携も続けています。中国産のバッテリーだけに重点を置くのはやはりリスクが大きすぎますからね。2022年7月にはカンザス州にある工場でパナソニックとテスラが新型リチウムイオン電池4680を共同開発。2030年の年間販売数3000万台という目標に向けて大量生産する体制を整えました。4680は直径が 46mm で、高さが 80mm の円筒形のセルとなっていて、体積は従来のモデル2170の 5.5 倍。容量の大幅な増加により、現行のバッテリーよりエネルギー密度が大きく向上すると期待されています。この電池には、ドライ電極という技術が使われていて、製造工程の中で大きな手間となる電極の乾燥というプロセスを省くことにも成功しています。現時点では4680の大量生産は実現しておりませんが、これが実現した時こそテスラとパナソニックとのパートナー関係はより強固なものになるでしょう。さて、ここで少しパナソニックとアメリカの共同開発に関する海外の反応を見ていきましょう。パナソニックの電池は長持ちするから私も愛用しているわ。テスラとパナソニックが手を組んだら鬼に金棒ね。テスラの新型バッテリーは EV 界のモンスターだよ。今後は需要に応えるために大量のリチウムが必要になるだろう。でもリチウムは本当にあるありふれたものだから問題なさそうだね。パナソニックは4680バッテリーを生産し、全ての自動車メーカーに販売すると過去に表明している。 Nループがハイパーループになる時代がついにやってくるんだね。テスラはすでにテキサスで4680の生産ラインの設備導入を始めているようだよ。このまま行けばテキサスは10年後にカリフォルニアになっているね。これは歓迎すべきニュースだ。いかがでしたか？コメントではパナソニックが EV 車のバッテリーを大量生産するという方針を前向きに受け止める意見が多く見られましたね。やはりパナソニックを含め日本の電池は世界的にも信頼されているということでしょう。実際に
ロンドンを拠点とするリチウムイオン電池原材料のシンクタンク、ベンチマークミネラル社の格付けによると、パナソニックは、ティアー1ランクのリチウムイオンバッテリー製造会社と保証されているんです。ティアー1ランクというのは、同社の格付けでいう最高水準の品質を意味します。つまり、パナソニックのリチウムイオンバッテリーは、専門機関に最高水準であると認められたということになります。パナソニックの製造法としてバッテリーが発火しないように安全基準を徹底的に高めているという部分も評価されているんでしょうね。さすがです。とはいえパナソニックに負けまいと日々猛烈な勢いで技術を伸ばしている企業が各国にあるのも事実。競争に負けないでリチウムバッテリーといえばパナソニックと世界に認められるようになってほしいですね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。